はい、それでは時間となりましたので、インク栃木ブレックスライアン・ロシター選手の入団会見を始めさせていただきます。まずは株式会社リンクスポーツエンターテインメント代表取締役社長鎌田よりご挨拶させていただきます。はい、代表の鎌田でございます。本日は、リンク栃木ブレックス新外国人選手、ライアン・ロシター選手の、入団会見の方にお越しいただきまして誠にありがとうございます。この度、リンク栃木ブレックスは、ライアン・ロシター選手と、契約の方をさせていただきました。ライアン・ロシター選手の方は、NCAA のですね、ディビジョン1の、シエナカレッジという大学を、出ておりまして、そこの、カンファレンス、そこの大学が所属するカンファレンスでは、MVP を、獲得しております。また、大学でですね、リバウンド数に関しましても、非常に全米 NCAA のですね、全米の、リバウンドに関しましても、4年時には、全米で2位という、成績も残しております。これはあの大学のですね、シエナカレッジの方の、歴代の、通算リバウンド数に関しましては歴代1位という形で、獲得しています。今回、ライアン・ロシター選手の方を、獲得した、理由としまして、まずですね、このリバウンドがまあ非常に強いというところですね。そこと、また、まあ、今回、リトアニアの、シデイカ、ヘッドコーチが、まあ、求めるですね、そういったところの、センターの動きに、まあ、非常にマルチに動けるというところを、非常に私どもの方では評価をしております。まあ、単なるリバウンドが強いというところではなくてですね、いろいろな要求にも、応えられるような、身体能力、またスキルというものが非常にありますので、そこの部分を、見ていただきたいなというふうに思います。はい、以上です。それではライアン・ロシター選手より、プレゼントですが、Hello, I'm Ryan Rossiter. I'm, you know, very excited to be here. I think this season we can do very, very great things as a team. I've talked to Utah on the phone, and he's really looking forward to playing, and I know I am. I've talked to Tommy, and I think we're all really excited to get on the court and just learn from coach and learn from each other and be able to have a very successful season this year for Bricks. ライアン・ロシターです。非常にこのチームの一員になれて非常に嬉しく思っています。非常に今シーズンが素晴らしいシーズンになると自分自身も思っています。昨日来日をして田臥選手とはちょっと電話で話させていただきましたし、トミー・ブレントン選手とはちょっと直接会って話をさせてもらいましたが、2人とも言ってくれたことが一緒にコートに立てることを非常に楽しみにしていますし、いろんなことをお互いに学んでいく、ヘッドコーチから学んでいって素晴らしいチームにしていきたいということを話をしました。そういったことができることを非常に楽しく思っています。嬉しく思っています。はい、それでは記者の皆さんからいくつか質問を受けたまりたいと思います。 Q&A で3クエスチョン。ロファーティビー、 What is your strength? I think I play very hard. I'm willing to do anything for the team, anything the coach asks of me. I can rebound the ball, I could score, but really anything the team asks me to do, I'm willing to do. So, まず一番の自分としての売りはそのハードにプレーするプレイングスタイルだと思っていますし、フレキシブルにいろいろなものができるところだと思っています。例えばリバウンドですとか得点というところが、まあ、自分の強みだとは思っていますが、そういったところチームの事情コーチが要求することに合わせて他のことでも何でも激しくやっていきたいというふうに思っています。はい、下関新聞のローカルニュースペーパー、ロシタ選手はシーズンへとフランスでプレーをされていたようなんですけれども、2 years ago, you played in France. You experienced France like European basketball. What's the difference between European style basketball and American style basketball? I think European in France, it's a lot more teamwork.
And in America, it's more one-on-one, very fast-paced. And in Europe, it was really work the ball around, find the open man, and really take your time to score, and just really make sure you play together. And it's a fun way to play basketball when everyone's playing together.まあ、ヨーロッパというか自分の経験したフランスのスタイルを考えるとアメリカンスタイルというよりはよりチームワークというものを重視する傾向にあるのかなというふうに思いますし、やはりインサイドというものの比重というものがアメリカに比べて重要なものだと思います。またその1回のオフェンスで時間をかけるという特徴も自分としては感じていましたが、それに比べてそのアメリカのスタイルというものはよりワンオンワン1対1のところが重要視されたりですとか、ファーストブレイク、そういったところが非常に特徴になると思いますが、やはりそれぞれの国のスタイル、そういったものは何がいい何が悪いというわけではなくて、そういった違いがあると思いますので、そういったところにまた自分としても日本のスタイルにアジャストしていけたらというふうに思っています。はい、他にございました。はい、ちょっと準備します。ナショナルインテッドまだ一緒に練習とか昨日来日したばかりの練習とかしてもう、just you guys here yesterday, so you have never met players. How do you think about the Greg's playing style and Ajeforson? How do you think about Greg's playing style? I don't know too much about Greg's playing style, but when I was making my decision to come here, I spoke with Utah on the phone.And he said he really looks forward to playing the pick and roll, playing, run the ball, push the ball, and good defense. So a lot of what Utah had told me, I really enjoy myself, and I think everything he said helps you win a championship, and that's my goal here. 自分としてもやはりおっしゃられた通り、自分一緒に練習したわけでもないですし、多くの選手とまだ出会ったわけではないので、まあ、はっきりしたことは分からないですし、言えないのですが、このブレックスに入るということを決めた一つの大きな理由というものが、田臥選手とその前に電話でお話をさせてもらって、田臥選手から聞いたブレックスのスタイルというものがピックアンドロールを重要視する、そして走る、そして速い動きのバスケットボール、そしてディフェンスというものが特徴だということ、そして彼田臥選手自身が言ってたのがここ優勝できるチームだということを、そのためにロシター選手が必要だということを言ってもらえたので、そういったピックアンドロールですが、そういったスタイルというものが自分のバスケットボールにも合うと思いまして、ブレックスに入ることを決めました。というと田臥選手と事前に電話したことは、前からなくて電話があったそこに僕の方でよろしいですか。エージェント等々がつながりがある、ものがおって、まあ、そこの中でそのどういうチームなんだとか、そういったのをこと細かく、説明するにあたっては、そのつながりの中で、まあ、選手からそういった話ができればというところで、そこで田臥選手とはつながっているという状況ですね。選手がアメリカにいる時からこう知っているとか知らないか、そういうわけではないですね。その代理人さんを通じて、知っているという、ね。まあ、でもまたもともといた、チーム D リーグのチームが、昔田臥選手が所属していたチーム、まあ、そこは関係ないんですけどもっていう経緯もありますね。名前は変わってる。NBA デベロップメントリーグで田臥選手がプレーした時のチームが移転をして、ロシター選手がプレーしてたカントンチャージというチームに変わってるんで、まあ、同じチーム出身というか、ただ一緒にプレーはもちろんしてないんですけども、そういったつながりはじゃあ、先ほどの説明で非常にフレキシブルに動ける、フェンスに一点も強みがあるという話だったんですけど、そうするとリバウンドだけじゃなくて、例えばスリーポイントとかミドルレンジからシュートとか、そういうシュート力もかなり自信があるんですね。
So you good at shooting, like in the middle range shot or three point shot? Are you good at? Yeah, I'm very comfortable taking jump shots, three pointers, post up. You know, just try to find the best shot for the offense. But I feel comfortable anywhere on the court.と自分としてはそのスリーポイントですとかそのミドルレンジのジャンプシュートもちろんポストアップというところもそういったところというのはためらいなく打てるタイプの選手だと思っていますしそういったところそのチームの状況相手の状況試合の状況を見てそういったところでベストなシュートというものを選択していこうと思っていますが特にそこのスリーポイントが苦手だとかそこのレンジを打てないということはありません。他にございますでしょうか。はい、アイシングの松本です。です練習参加と試合の参加でいつからになる。練習の参加の方は、本日は、オフになりますので明日から参加をする予定になります。で試合の方は今週末の、まあ、もちろんその練習の状況とか体調とかもありますが今週末の、筑波ロボット戦には、一時出場を今日目指して予定としております。はい、そうですね、はい、もう一人の外国人選手に関しましてはもうほぼほぼ の、 選定というか、話はもう詰めている状況です。でもうその選手に関しましては、もう本当のまあ何ていうんですかね、もうビッグマンというかもうセンターと呼ばれる、そういった選手を今獲得を、しようとしております。近日中には、ご報告ができると思いますのでまた、ご連絡の方をさせていただきます。ミドルでは今2人ということで、まあ、まだ外国人選手の登録は可能かと思うんですけれども2人で3人ぐらい獲得する方針とか今ですか。今のところはブレックスの方では、2人の獲得で、予定をしております。そうですね、今のところは、日本人の選手に関しましては、まあ、まだ人数的な部分で、まあ足りないというところもありますが、まあ、もちろんDライズの、まあ、育成契約の選手等々もいますので、まあ、その中で今の状況とちょっと考えてですね、ちょっと合わせていくような形になります。はい、はい、外国人選手については、まあ、一応2人というか、はい、日本人選手かもしれないけども、追加が可能性はあるという。そうですね、まあ、可能性というか、そこの部分に関しましては、まあ、そういう中で、そういう選手がおれば、もちろん。そういう可能性はもちろんあると思いますし、まあ、今の現状ですと、正直そこの部分はまだ未確定の状況です。はい、はい、他に内容でしたら以上とさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、写真撮影の人は take picture with センター、すいません、はい。